福島第一原発の処理水放出によって水産物の輸出に影響が出る中、需要の高まる年末に向けた水産業者による展示会が開かれました。宮城野区の夢メッセ宮城でバイヤー向けの展示会が開かれ、全国の水産加工業者151社が出展しました。国内の水産物をめぐっては、福島第一原発の処理水放出による中国による輸入の全面停止で売上減少が懸念され、出展業者からは他の国への販路拡大や国内需要の回復を狙いたいという声が上がりました。中国ではなく欧米であったりとか、そういったところで販路が広げられないかっていうところを今全社一丸となって今取り組んでいるところでございますね。香港とかですかね、やっぱりそこが宮城県も禁止になってしまったので、そういう部分では行き先がなくなる食材はうちの商材に限らず出てくると思いますので、今日のような展示会に出展する機会を増やしたり、取り扱いができる国には広げていきたいと思っています。会場には今が旬のカンパチやカキ、年末年始に向けてカニなどの商品が並びました。主催した水産卸売会社では、こうした展示会が苦境に立たされている水産会社の役に立てばと話していました。